北海道庁旧本庁舎をモチーフとした城城のベランダから見た景色お菓子の城は武田本社が運営する愛知県犬山市にある観光施設である。同社が商標権を保有している。1986年3月22日に開園したお菓子のテーマパークで北海道庁旧本庁舎をモチーフとしている。マスコットキャラクターは スイートポテト王子でイメージソングは地元犬山市出身のシンガーソングライターアスカが歌っている。場内では約200点に及ぶシュガーアートの展示やクッキー作り体験、ドレスレンタル体験などができる。このほかパーティーや結婚式の会場として利用できる。また世界コスプレサミット2011.2012と 同イベントのオフィシャルパートナーとなっており、世界コスプレ撮影会員お菓子の城が開催されている。卵ボーロで有名な武田製菓を創業し、中部日本放送をはじめとした104社の上場企業の大株主でもあった武田和平氏が開設。ワクワクすることの大切さを形にしたテーマパーク。ありがとうございます。